アラメは、コンブモクレストニアカアラメ属に属する褐色の、滑走の一種。高さは1メートルから2メートル。1年目は1枚の笹の養生だが、2年目になると、二股の茎となって、先に葉をつける。二股に分かれた茎部の先に、畑のような側葉を持つ。茎は、円柱状、葉は、帯状でシワがある。低視用線付近から全身体の岩礁に見られ、 深さ10メートル付近の海底に群落を形成することもある。アワビなどの貝類を含む無脊椎動物や魚類の生育場所や餌として重要な位置を占める海藻である。古くは大法律量や焦燥院の文書にも登場し、現在でも薬品原料、肥料、食料品などとして用いられている。日本では主に本州太平洋沿岸北中部に分布する。 粗めの名は、わかめに対して肉が厚く粗い感じがするところから、漬けられた。同じレッソニアカのかじめに煮るが、粗めは、茎部が枝分かれする点、および、側場の表面が波打つ点などが異なる。乾燥させた粗め海水につけて、渋を抜き、茹でてから乾燥させる。使用時はしばらく水につけてふやかし、味噌汁に入れたり佃煮にするなどして食用にする。なお、 佐渡地方の特産品の板粗メは鶴ラめの加工品である。粗メはアルギン酸の原料となる。ありがとうございます。